裏表なりの漫画を早く読むコツっていうものをお話しさせていただければと思います。はい、こんにちは、こんばんは、裏表です。いや、漫画を読んでる時間っていうのは何者にも変えがたい、もう幸福感があると思うんですよね。その願わくばいつまでも漫画を読んでいたい、でもその時間がなかなか取れないっていう風に思ったことっていうのはやっぱ1回や2回じゃないと思うんですよ。今回はそのマシュマロにて漫画を読む時間に関してこのような質問をいただきました。自分は漫画を読む時間が作品にもよりますが1時間以上かかってしまいます。早く読めればいいというわけでもないと思いますが、何か速読のコツなどありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします、との話です。質問ありがとうございます。というわけで今回ですね、こちらその漫画を読むというその幸せな時間へのその裏表なりの向き合い方っていうものを、まあ、誠心誠意真心を込めて、まあ、最大限うざくお答えできればと思います。それでは行ってみましょう。まずはじめにですね、その漫画に対してその何を目的として読むかによって、まあ、読むっていう行為に対するアプローチがそもそも変わってくると思います。その質問者さんにとって漫画っていうのはそもそもどういった存在なんでしょうかね。それがすごい大事だと思います。まあ、おそらくそれはその一概には言えなくて、暇つぶしに読むものもあれば、その寝る前のルーティンで、まあ、毎日毎日数ページずつ読んでいったり、また一気に全部読んで翌日友達とお話をしたり、また本質の違いを一ページ一ページこうやって確認しながら読んだり、まあ、他にもね、まあ、やっぱりその視線誘導を考えたり、もう線一本一本調べたりっていうか、まあ、本当にいろいろねあると思うんですよ。まあ、音読したりとかね、まあ、本当にその多種多様な捉え方、楽しみ方っていうのがあると思います。もう速攻その結論を言ってしまえば、もうその質問者さんおっしゃる通り、もう早く読めればいいというわけじゃないんですよ。もう早く読まなくてもいいし、早く読んでもいい、早く読まなければいけないというわけでもないという話なんですよね。とはいえですね、その質問者様の意図としてはその速読のコツを知りたいってことですので、まずはその裏表なりの漫画を早く読むコツっていうものをお話しさせていただければと思います。それはズバリですね、その漫画は読むではなくて見るですね。その見る、これが本当に大事で、例えばその一人のキャラクターが登場したとするじゃないですか。現実世界に置き換えた場合は、その髪型はこうで、目の形はこう、ネクタイはブランドモードで、靴は少しすり減ってるな、もう表情からはちょっとした苛立ちを感じるのは、きっとここに来る前に何かあったんだろう、なんてその全部のことを事細かに分析したり、情報収集したりってしないと思うんですよ。なんとなく視界に捉えて、その後の会話などを経て、人となりを理解するわけじゃないですか。目に入った看板の文字っていうのをいちいち全部覚えたり、柱の本数を全部数えたり、周辺から聞こえる発言っていうのを一字一句追ったり、そんなことはしないと思うんですよ。漫画を読む場合も同じですね。その例えばそのギザギザ吹き出しで、てめえふざけんなーみたいな吹き出しがあったとして、もうせっかくね、作者がギザギザ吹き出しと太字フォント、びっくりマークまで使って画面の中のすごい分かりやすい位置に吹き出しを置いてくれているのに、その吹き出しの中の一字一句、もう点々点とか小さいつとか、そのびっくりマークまでもういちいち全部もう把握しますかっていうお話なんですよね。もう現実世界でも同じです。若干その聞き取れなくても、もう文脈や雰囲気でその補完して、そのままスムーズに話をすると思うんですよ。もういちいちね、一字一句聞き返してたらもう大変なことになっちゃいます。雰囲気や流れが分かっていれば、セリフなんてね、いちいち読まなくていいんですよ。もう状況なんて細かく把握する必要がないんですよ。もう見るだけで十分伝わるし感じるんですよね。まあ、それなのに、まあ、気持ちは分かるんですけど、それなのになぜか多くの人っていうのはついついこの事細かに読むっていう行為をねやってしまってるんですよ。それがね、時間がかかるほぼほぼ全ての原因になります。ですので、漫画を早く読みたいのであれば、もう絵も文字も吹き出しも小回りも何もかもを文字やそれぞれの情報じゃなくて、もう絵として理解することを強くお勧めします。簡単に言えば1ページで読む、見開きで読むってやつですね。実際に自分たちが日常生活でもう常日頃無意識にやってることなので、もう本当にこれは別に全然特別なことではないんですよね。もう吹き出しを目の端にそのふっと捉えるだけで、もうセリフの温度感とかニュアンスを感じるってことは、少し意識すればっていうか、まあ意識するまでもなくね、実は実践できてるはずなんですよ。まあちなみにこの読み方は感情移入型って言いますか、その自分がその作品の世界のもうその場に入って、もう本当に作品の空気感って言えばいいのかな、その作品が持つその熱量とかスピード感にもう重きを置いた、映画を見るような日常生活で冒険をするような、もう作品への没入感っていうものを優先した、もうそんな目的で漫画を読まれてる方には特におすすめの読み方になります。やっぱね、その一字一句読んでたり全部把握してると、キャラクターに感情移入するというよりかは、もう世界をね俯瞰してみちゃうんですよね。もう神の視点で見ちゃうんですよね。まあそれをしたいっていう人もいると思うんですけど、一応今感情型、まあ要は自分ですね。まあ自分は結構やっぱ感情的に作品を読むので、まあ、そういった人間の場合は一字一字全部読まない方がむしろ感情移入ができるっていうお話になります。え、そんなのもったいない？まあまあ、自分はもっと漫画を全力で隅々まで読んで楽しみたいんですっていうね、まあそういう気持ちもね、わかる。まあでもね、正直なことを言わせてもらうと、隅から隅まで全力で全部把握しないと面白くない作品っていうのは、もちろんその作風という可能性もまあ少しはありますけど、大体は漫画力が低い。
え、そんなのもったいない？まあまあ、自分はもっと漫画を全力で隅々まで読んで楽しみたいんですっていうね、まあそういう気持ちもね、わかります。せっかく自らのリソースを削って購入した漫画たちなわけですから、やっぱね、隅から隅まで味わい尽くしたいですよね、わかります。まあその場合にはもう思い切って、もう積み本にしてしまいましょう。なぜならですね、そう、隅から隅まで目を通して楽しみたい、すべてを把握したいというのが目的なのでしたら、もうそれはもう、それに時間かかるっていうのはもうしょうがないですよ。しょうがない。忙しい時とか、眠い時、何かに追われてる時にさ、その懸念がある時に隅から隅までじっくりと把握しながら読むなんてできないじゃないですか。感情にもできないし、もう気が散っちゃいますよ。これはもうその積み本にして時間を取れる時にじっくり読むしか選択肢はないです。じっくり読みたいけど早く読みたいっていうのはやっぱ矛盾してますからね。それはもうどうしようもないと思います。これはもうどちらかを選ぶしかないです。その漫画は基本逃げませんから、いつ読んでもいいんです。読まなくてもいいんです。もうたかが漫画、されど漫画、自分の人生よりも優先するようなものじゃないんですよ。なので、だからこそいつ読むか、どのように読むかっていうのは自分の意思で選んで、まあ、コントロールする方がやっぱりこの漫画の趣味に対する幸福度っていうのは高いんじゃないかなって思います。ちなみに自分は大体の作品の1回目っていうのはもう作品の空気やスピード感に寄り添ってもうかなりテンポよく読んじゃいます。まあ早くて8分とか、もちろん漫画によって全然違いますけどね。限られた時間の中でその作品を読みたいっていう風に感じているこの瞬間の自分の中の熱量っていうのも全力で楽しみながら、もう広い把握、深い理解っていうものはもうその後の長い漫画人生の中で何も流れに身を任せつつ、あ、今読み返したいかもって思った時にゆっくりと味わうっていうのが、まあ、本当にもう自分のもう裏表の性に合った漫画の楽しみ方だなと感じております。もちろんね、この楽しみ方とか目的っていうのは人それぞれなので、各々の目的に合った楽しみ方を探していきましょうっていうのがまあ正直まあ結論ではあるんですけどね。やっぱ自分に合った楽しみ方を探してる時間っていうのもまたもう幸せな時間なのではないでしょうか。質問者さんのもうより良い漫画ライフを願っております。ご質問いただきありがとうございます。ということですね、その漫画に対する質問、疑問、他にもですね、いろいろな話がありましたら、もうぜひコメントとかマシュマロの方いただけるとすごく嬉しいです。この動画が面白いと思われましたら、もういいねやチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。